皆さん、こんにちは。戸田和之です。えー、今日は1月14日になりました。もう1月になって2週間が経ちました。えー、早いもんで、皆さん、新年早々、良い形で進められてるでしょうか。えー、私の方は、先日ラリーガの解説に入らせてもらいましたけど、またちょっとあの、1月空いてるんで、次は、もうちょっと後ですかね。明日以降の、 プレミアの方も解説にはまだあ戻らないんで、えー、皆さんと一緒に見ながら楽しみたいと思います。であの先ほどちょっとあの久しぶりに、えー、友人から電話があってその人はあの指導者をしてると。で何を聞かれたかっていうと公益、えー、の時にベースは3五二なんですけど 2で攻撃をししててて守備の時ににいるチームってありますかっていうまあその時点でちょっと僕の中ではハテナが結構出てえどういうことなのっていう話を聞いたんですけど、まあ、指導者やってるんでやっぱりまあ戦術のことはみんな多分考えますしそうなってくると、まあ、システムっていうのはあくまで出会、えーまあ、アバ合みたいなこという部分も分からなくはないですけど。 まあでもどうやってその中断としてプレーをするかっていうスタートの位置っていうのはこれは間違いなく重要で,で自分がサイドバックなのか自分がウィングバックなのかでやっぱりスタートポジションも役割も変わってきますからだから、まあ、あくまで数字に過ぎないってことは絶対ないんですよね。でその上で、まあ、僕の友人は、まあ、彼自身のチームの話をしてきてくれたんですけど、まあ、攻撃の時3 5 2で。 守備の次は4四4と、2と、まあ、これでプレイしてるチームってあるんですかって言われたんで、うーんってって、自分の中でいろいろ考えたんですけど、攻撃3五5 2で、守備で4四4 2って言うと、まあ、結構、人を動かさなきゃいけないですよね。まあ、ずらさなきゃいけないってことなんですけど、まあ、パッと思いつかなかったってことは多分そういうことだと思うんですけど、ないなと。で、ないので、でそのない理由を話しつつ、 まあその友人のチームのー話を聞いてで指導者いろんなものを見て研究してえで自分のチームの選手の能力とかまあまあチームとしての方向性に対してより良いものが出せるように頑張ろうぜみたいなそんな話で終わったんですけど3あ5五2から4四4 2っていうまあそこの まあ、あくまでなんかあの、ね、フォーメーションとフォーメーションのつながりの話ではあるんですけど、結構ここは面白いところですし、指導者やってるとなんか陥りがちになりそうな部分でもある気がしたんで、ちょっとこれを話してみようかなと、ボード使って話してみようかなと思って、今動画撮っております。 えー、それでは、ちょっとボード使って話をしてみようと思います。えー、電話があった後になんとなく撮ってるんで、まあ、皆さんからするとあんまり意味ないというか、学びにならん、面白くないということなのかもしれませんが、すみません、先にお詫びしておきますね。で、まあ、352、まあ、これ352、赤が352ですよねで。もちろんこれ相手が何だからなんていうことよりは、まあ、自チームとしてまず、まあ、デフォルトのフォーメーションとか、選手の特徴にもよるんでしょうけど、まあ、ある程度決まりますんで、 それは世界のトップクラブを見てもある程度は決まりますから、まあ、時に、まあ、怪我人の状況だけじゃなくて相手の、えーとまあ、力量力関係で考えて少しいじることはありえますとで。例えばチェルシーが あのカラーバオカップスパーツやった時の2試合は実は4バックだったんですけども、まあ4バックが攻撃だとしたら、守備の時はスパーツは結局ウィングバックがいる上でケインがいて、ソンがいて、まあルカス・モーラーがいると、まあソンに関してはセカンドレグ出なかったんですけど、まあそうするとやっぱ幅取る選手と、まあ中環境で考えると、フーバックだと難しいってことなんで、例えばチェルシーだったらサレオアフを1枚下ろして、 まあ、ここはシエシとか、まあ逆、セカンドレグは逆のハードソードにが降りて、シビンと逆にファイブバックになるって、まあこんなことやってたんですけど、まあベースのフォーメーションがあって、まあそこから高い位置の、例えばプレスがあったり、そこからだん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 下がって自陣のゴール近くで守るときに、まあそれも一つ可変って言いうでいいと思うんです。まあこうやって変える場合はありますよね。俺はある程度その局面に応じて、相手がどういうチームだ。 どういう配置で来るんだっていうものをきちんと受け止めてまた簡単につなげていく守備を作るっていう意味でまあ例えばチェルシだったら4バックで始めたものが自陣に下がった時には5になると、まあ、こんなことあるんですけど、まあ、そうするとバランスよくもしくはサイドバックとセンターバックのこの間のところを5枚にした方がもう1人いるんでうまく埋められるとか、まあ、そんなことがバランスの良さにつながるんだよと。 だそういった意味では自分たちのペースがあって、まあ、それはゾーンごとに、えー、変わる部分があってでその理由は相手にもあるとだから相手なしで決まることは最終的にはあ,ありませんということだと思うんですが、まあ、自分の友人は攻撃は3 5 2でいくとで守備を方法2で考えているとで理由はサイドハーフの選手が、えーっとまあ、ウイングバックになるとこの外側で2対1を作られてしまう。 場面が出てくるので難しくなるとそんなこと言ってたんですけどもまあ攻撃を前提に考えた時にまあ35人してまそこから守備に切り替わった時にまあ基本的にはカウンタープレスを仕掛けるということにはなると思うんですよね。でこれも当然相手の方フ,フォーメーションが何によってかは変わるんですけどもただまあツートップから守備を行うっていうことで考えれば。 まあ相手が4バックだとまあおそらくは外が出るんじゃないですかっていうそのまま外が出ていくとまあ後ろは5人いますのでで仮に相手が4231だとまあもちろん2トップからの守備が必要になりますけどまあここに1人こうやって出していけばまあ352のままでも自然に守備は、えー、行うことはできるとでこれは まあ352の運用っていうところで考えるとまあ真ん中のところをしっかり押さえた上で外側で局目を作りましょうっていうまあ352からの運用なんですけどこれをね442でって言ったんですよねでそっか442かって話になりましてまあ盤上での話なんですけどまあ盤上の方が多分分かりやすいんで出しますがまあ方法はなくはないですよね 切り替わった時に44になればいいのでまあ例えばこうやってこれで44になるんですけどもまあ大事なのはどこのポジションに誰がいてでその人たちがどんな特徴を持ってて理解があってでその上でこの44にしっかり移行ができるかっていう話になりますからでこうですもんねベースが。 これも、たまたまそのカラバオの、この前スパーズが、チェルシーと対戦したにあに、あのソン・フンミンがファーストレグの後に怪我になったらしいんで、えー、ケインとルーカス・モーラが2トップだったんですがで、チェルシーのこの運び出しに対して、スパーズがやったことっていうのは、左のドハティが、右サイドバックのアスプリ・クエーターに、まあ、早めに出て、で、ここ。で、ここ。えー、ホイビアとウィンクスですね。 が、ジョルジーニョとコバチッチのところを掴んで、で、右のロチェルソが、マルコス・アロンソのところまで、あ、すみません、サールだ、サールのところまで出てくっていう。そうすると、まあ、4-4人に近くなりますよね。で、チェルシーはこの時は、例えば、前が、ルカクとベルナーで、ハードソードイと、ここがマウントでしたから、まあ、4-4人、もしくは4-2-4気味だったんですこうすると、まあ、スパーズからすると、 3枚の中盤を右にずらして、左のウィングバックのドハーティが出れば、まあ、これで4、4、2っぽくはなりますから、まあ、高い位置でプレスを仕掛けるときに、相手の選手たちを簡単にフリーにはさせないということはできますよね。だから、これをするときに何を基準に監督が人を動かすかっていうことが重要だと思います。で、ここはベン・デイビスで、ホワエメルソンでしょ。で、タンガンガーと、まあ、ダビンソン・サンチェスですから。 まあこれを逆にしてももちろんいいんでしょうけど逆にすると結局えー、っとこうかでメルソンが前に出て単眼ンンがダビンソン・サンチェスベン・デイビスのドハーティーですから、まあ、そうすると結局後方法がどうなのってことなんですかねセンターバックのところがあ高さ、スピード、えー、対応力この部分で、まあ、ルカークもしかベルナと対峙しなきゃいけなくなりますからね なそういう意味ではこっち出して、ベン・デビスで、ダミンソン・サンチェス、単眼ンガ,ンガで、メルソンで、ロチェルソっていう、まあ、そうすると、ほうほっぽくはなりますもんね。だからここら辺は、相手があって、もちろんその相手に対してどうやって当てはめるのっていうことを、まあ、チームの選手の特徴も、身体的な部分も含めた特徴で考えて、監督が決めることになりますから、で、それ自体が別に、あの、難しいわけではないですよね。実際にあり、こうやってやってたわけですから、コンテは。 で、先ほど言ったように、この出し方を逆にすると、結局センターバックのところにベン・デイビスが来るんで、まあ、ベン・デイビス自身の能力値が低いわけじゃないですけど、まあ、ベルナーとルカクと対峙するときに、どれぐらいセンターバックとして、4枚気味のセ,4枚のセンターバックとして対応ができるか対峙できるかって考えると、やっぱり外の方がいいですよねっていう、まあ、こういうことだと思いますから。だからそういったことできちんと、 選手の理解のレベルが伴った上でまず攻撃やってそこから守備に移行できればいいんじゃないのっていう話をしました、まあ、あとはその移行する時間をしっかりス,ミスピーディーにできるかどうかっていう、まあ、それがあれば攻撃3五5 2で、えー、守備が4四4 2でも全然問題はないんじゃねえかと、まあ、そんなことを言ったんですよね3五5 2自体はもうだいぶポピュラーだと思いますし 3 5 2の、まあ、考え方は、まあ、ボール保持からともちろん非保持からの考え方があるんですけど、まあ、自分の友人のチームは攻撃がメインだってことらしいんでじゃあまずそこからしっかりプレーができることと、まあ、あとは失った後のカウンタープレスだろとでそれに付随して相手ボールになった時もしくはまあゴールキックとか相手チームが下から攻撃を始める時に方法2でってことを言ったんで。 まあ今みたいな話をしたと。で大事なのは選手の特徴でありもしくは、まあ、対戦相手との力関係もありますよねで対戦相手の,あのプレースタイルにもよりますから,だからそこを踏まえて、まあ、方法2でも方法2だけだと簡単に守備が当てはまらないっていうところは出てきますから、まあ、そこは、ね、方法2での守備をしっかり作れてるかどうかってことにはなるんですけど まあ下から人を出した方が、まあ前向きにアクションは起こせるんで、まあそういう意味では3、5、2でしっかり、まず最終ラインのところから、横の距離も狭めて、で、ツートップのところで1列目を形成して、もちろんこのへその部分もうまく隠しながら、もしくは1人出す形で、まあどうやって出すかはこれも選手の特徴で変えていいと思うんですけど、まああとは、この、 空いいてるところに、まあ、うまく誘導しながら誘導している赤側がボールの移動中にしっかりアプローチができれば決まるぞともちろん中盤を出すっていうことがあってもいいわけですよね。でこれはそのチームの考え方によりますから、まあ、一般的には多分外側が出ていくことは多いですけどでもこんなところに。 ウィンガー的に貼られると、まあ、これを捨てていくっていう原則を持っていれば特に問題はないですけどね、往々にしてここにちょっとこう引っ張られる傾向があるんで、まあ、そうなったときにフリーになっちゃうとか、もしくはそ,そうだとしても、ボール中心に高い位置だったらまず中盤が出てくよということであれば、まあ、こうなりますんで、まあ、それすればこれでも。 442にしなくても対応でき、352でも532でも対応はできるんですが、まあ、ここら辺はもうそのチームの守備戦術によりますんで、まあ、今日電話で話したのはあくまで、まあ、一般論的なところでなんか、352から442ってどうですかっていうことを聞かれたんで、まあ、今ちょっとお話ししたようなことを伝えましたと。 まあこういったことはやっぱり指導者やってると常になんかいろいろ考えますからねできるだけ選手が迷いなくまあ自チームのコンセプトに乗っ取った上でそれぞれが能力を発揮できるようなものを作りたいですしまあ戦術っていうのは基本的にチームスポーツにおいては絶対的に必要なものなんでまあこんなやっぱり攻撃と守備で少し えー、可変させるっていうんですかね自分たちとしてよりどちらの局面のアクションも自信を持って行えるようにってことを、まあ、考えると思うんですが、まあ、この5枚のまんまの方が考え方によっては、まあ、いっぱい最初ラのところに人を押しつつ、まあ、横の距離も近いんで、まあ、カ,バーがカバーサポートがサポートアクションが取りやすいただ履いてるところは見えるんで、まあ、そこにしっかり人を出せれば 別にどこに人がいようがここに引っ張られずにボール中心にしっかり前からプレッシャーをかけられて人が出せれば、まあ、あとはこの人に対してカバーシャドウでこの出た人が背中を消していればここにいる人は関係なくなりますからもちろん3人目でこうやって出されたらそこから出る形になるんですけどボール中心にもしか出た人のアクションを見ながら次の選手が場所を取れれば、まあ、ここが仮にフリになって,ても、まあ、あんまり関係ないですよね。 なんかと,いうとボールここですし持っている人に対して直線的に出たウィングバックの選手のこの寄せ方でカバーシャドウで背中消せてますから,からそうするとここまで引っ張られる必要はなくて引っ張られてしまうと今度こっちが来ますからここにいるところにボールが入ってしまうと、まあ、同数になってっていうことになりかねないんでやっぱり守備の、まあ、これは原則になるんでしょうけどね まあこれもボール中心か人中心かでちょっと変わりますが、基本的に敵陣での守備っていうのは人捕まえに行かないと背後にいっぱいスペースあるので危険ですから、こうやって捕まえに行く時の捕まえに行くスタートポジションとか陣形とか、それに合わせて、あとはボールの移動中にしっかり寄せて、寄せた人がどれぐらい寄せられて、ボール保持者の選択肢を減らせるかで次の狙う場所が見えてくると。ここののの守備者に対するこの斜め後ろのポジションを まあ簡単に言えば、出た人の背中は消えてるっていう前提でポジションが取れれば、自分たちからすると、出てくるだろうっていう場所にホークスを置けるので、サポーターはたくさん作れますよみたいな、これは別に5バックでも4バックでも変わりませんから、こういったあの個人戦術の部分とチーム戦術をしっかり原則から組み立てていくと、おそらくチェルシーみたいに4バックでも3バックでも、 効果的にスムースに振る舞えると、それから攻撃も含めて、えー、ポジショナルプレイという概念もうまく用いながら戦えるんじゃないかなと <laughs>、えー、思った次第です、えー。友人の電話の内容を受けてちょっと動画を撮ってみましたが、えー、すいません。いかがでしたでしょうか。最後まで見てくださった皆さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。